次にですね、日本放送協会 NHK についてお伺いさせていただきたいと思います。でこれはですね、12月3日の総務委員会でも私NHK さんにですね聞いたんですね、外国人職員の国籍別人数をちょっと教えてくれとね。ところがNHK はですね、把握してませんとふざけたようなですね答弁したんですけども、もう一度ここで聞きたいんですけども、外国人職員の国籍別人数をちょっと報告していただきたい。日本放送協会会長、もみかずと君。お答えいたします。はい、外国籍の職員の全体に占める割合は 0.2% 程度でございます。人数的に言いますと、22人でございます。NHK では人物本位の採用により公共放送を支える多様な人材を確保し、なおかつ確保しようとしております。そういう中に外国籍の職員もいるわけでございます。国籍を理由とした差別的な取り扱いは職業安定法で禁止されておりますので、職員の募集時には国籍は不問としております。三宅君。外国人職員の数が22名というふうにおっしゃいましたけどね、それじゃあですね、日本国籍を取得したと、もともと外国籍の人間がですね、それは相当数いらっしゃるんじゃないかなというふうに思われて仕方がないんですね。でその中にはですね、ひょっとしたら中国のですね、密命を帯びた工作員も一部いるんじゃないかなというふうに私は想像してるんですよ。でこれなぜね、外国人職員の国籍別人数ということをあなたにそのお伺いしているかというと、放送法の精神から言ってるんですね。放送法の第93条ですね、法人または団体のですね、議決権割合とかね、あるいは116条、外国人が取得した株式の取り扱いと。でこれはですね、電波というのは公のもんだから、ね、一部のですね、国の、なんて言いますか、影響下に入ってはならないと。ということで、こういう放送法が定められてるんでしょ。で、この外国人職員の数を聞いたのもそういうことなんですよ。そういった中にですね、一部その中国、あるいはですね、その他の国々の、なんて言いますか、密命を帯びたようなですね、職員がいてたら具合悪いなと。なぜか、中国は国防動員法というのをやってるでしょ。いざとなったらで中国国内に何かあったときにですね、それはもうその国内外を問わずですね、中国人はこれをみんな、協力するんだと、中国共産党の指令の、共産党の指令にですね、協力しなくてはならない、協力しなくては罰則があるというふうなことですね、これ、非常に危惧されるということで、こういうことを聞いてるんですよ。で、それはね、22名か知らん、あるいはですね、日本国籍を取得した者が何人ぐらいいらっしゃるか、これもわからないですけどね、ごく少数の革新犯によってですね、巨大組織というのを牛耳られるということは、これ、よくあることなんですよ。それを私自身は非常に危惧してます。でないとですね、あそこまで反日放送をですね、次から次とできるかなというふうに思われて仕方がないんです。ね、ついこの間も東京高裁判決、去年の秋にあったでしょ。ジャパンデビューというですね、台湾の問題をやった、あれはですね、とんでもないということで、名誉毀損が成立してですね、関係者に対して、その100万円の損害賠償請求が認められたでしょ。で、あの時も私言ったけども、私過去4年間ずっと台湾回ってですね、特にそのジャパンデビューで描かれた台湾族の方たちとずっと会ってるんですよ。彼らからですね、その日本の統治に対してですね、懐かしむ声は多くあってもですね、それをですね、恨みに思うようなことを聞いたことないんですね。これは一部のですね、反日的な思想の人間であろう、こういう革新犯の人間がですね、NHK の番組の制作、あるいは編集のですね、実権をですね、握っているように思われて仕方がないんですな。で、このことは非常にNHK はその公共放送と言ってるんですけどね、私はね、時々聞いててですね、これほんまに公共放送かいなと、中共放送かなと思う時もあるぐらいですよ、本当に。そんなことは絶対やっていただきたくないんですね。で、このジャパンデビューの第2回はね、ご皇室のことを取り上げてですね、しかもそれは非常に失礼なことをですね、角度からやった。あるいはですね、平成13年の1月に女性国際戦犯法廷というですね、昭和天皇に対して極めて失礼なですね、取り扱いをした番組を放映したりですよ。過去 NHK のやってきた、なんて言いますか、こう変更報道の数々、その罪の深さというのに許し難いものがあるというふうに私は思います。